こんにちは、サンロードの花園です。昨日ですね、久しぶりに唐揚げ作りました。ちょっと結構作りすぎて余ったんですけども、その余った唐揚げですけども、親子丼を作るような感じにですね、白だしの中で、煮ていただいて、その後で卵でとじますと、これがですね、なんとめっちゃくちゃ美味しい、親子丼が出来上がります。唐揚げ高い高いするということで、今日はですね、久しぶりにこちら、高い高いしていきたいと思います。